続きまして、私より今後の主に国内事業のですね、経営戦略についてお話をさせていただきたいと思っております。日本和装のですね、未来予想図というふうに対しまして、今後の当社日本和装ホールディングスのですね、国内事業の今後どういう未来をですね、描いていこうかといったところを社長としてですね、今日この場で簡単にはございますけれども、皆様にご説明をさせていただければというふうに思っております。当社ですね、メインブランド日本和装という一つの当社のメインブランドがございます。これはですね、教えて伝えて流通を促すといった当社の創業者である吉田が作ったいわば新しいプラットフォームというふうに私はその位置につけているんですけれども、日本和装という無料着物着付け教室といってですね、一つの窓口をスタートにして、そこで着物を着られるように着付けの技術を伝えてですね、その後実際に生産者物を作っている帯や着物を実際に製作している生産者であったり、その流通を扱っている問屋さんの担当者の方が直接消費者の方にその物の価値を伝えていく、そしてそれらの商品を流通を促していく販売仲介をさせていただくといった、このメイン事業をですね中心に当社はここまでやってまいりました。このメインブランドをですね、今後さらに成長させていくために次なる手を打っていきたいと思っております。今後もですね、日本和装事業というものはより一層高額品や富裕層の方にこだわって販売仲介を展開していきたいなというふうに思っております。着物や帯といっても何百万というものから本当に数万円といった数千円、中には数千円といったものも、着物という一つの区切りで言えばですね、そういった商品も世の中にはございます。その中でも当初日本和装の、メインブランドが扱っていく商品というものは、ここにも記載させていただいているんですけれども、プライベートブランドといったですね、日本和装でしか手に入らない商品企画ですね、実際に生産者の方とタッグを組んで当社でしか流通ができないそういった商品のものづくりというものを加盟店様、お取引先様にご提案をさせていただいております。そういった高額品の商品の紹介であったりとか、また昨年の秋頃からスタートしましたエグゼクティブコースといった、ご自宅でマンツーマンで着付けのレッスンを行うといった今までとは違う着付け教室といったものを展開させていただいております。おかげさまで首都圏や名古屋、大阪からスタートしたんですけれども、今では関西地域、九州地域、また首都圏全般ですねで募集を行っておりまして、そういったこういったサービスを利用したいというお客様の声もいただいており、現にこのサービスを利用して高額品を仲介をご利用いただいたお客様もいらっしゃいます。私社長になった時からですね、今のメインブランドの日本和装ともう一つサブブランドのブランドというものを今後作っていくことが、この日本和装ホールディングスにとってですね、より良い成長につながっていくのではないかということをずっと考えておりました。和の宅急便始めますということで、ここで仮というふうに付けさせていただいておりますのは、宅急便という用語はですね、ヤマト運輸さんの方で商標を取られておりますので、この名称が使えるかどうかということは、まだ確定はしておりませんけれども、和の宅急便ということで、私日本に生まれて日本で育ってですね、この会社も日本和装という、日本という名前がついている会社でございます。私は日本がとても大好きです。何が好きなのかと言いますと、日本にはですね、四季がございます。春、夏、秋、冬、そして、日本の、生まれてから、ですね、行事がございますね。四季の中に行事があり、また人生の中に行事があります。これは日本特有のものであり、これは今後将来的にも続けていくべきもの、残していくべきものではないのかなというふうに思っております。そこをこのサブブランドで中若年層、20代、30代、40代の方をシェアとした顧客層としたサブブランドの事業を確立していこうというふうに考えております。そして平均単価や主な商品なんですけれども、先ほどもご説明させていただきました通り、メインブランドの方は
高価格、はい、そして証券の着物や帯といった一品品や、伝統工芸品、といったものがメインで扱っております。このサブブランドの方では中低価格ですね、価格帯が日本和装が扱っている価格帯よりも低い価格帯のもの、そして商品としては日本和装が扱わない商品を扱うというふうに考えております。具体的に言えばですね、日本和装はポリエステルの着物や浴衣といったものを一切扱っておりません、はい、まあ、主にそういったお着物というのは、まあメインブランドの年齢層とはそぐわないという部分もございますし、逆にサブブランドの方、20代30代の方にはそういった敷居の低い入り口からスタートするといったことも多数あるというふうに考えておりまして、これはメインブランドではなくサブブランドで扱った方がより相乗効果を発揮するというふうに判断しております。販売手法ですけれども、メインブランドの方は対面をでの販売になっております。先ほどご説明させていただきました、教えて伝えて流通を促す、そういったところをすべて着付け教室から始まりですね、そういった商品をご紹介させていただく販売の機会まですべて対面で、お客様にご説明ご案内をさせていただいております。サブブランドのものはインターネットのみの販売機会というふうにさせていただいて、させていただきたいというふうに考えております。顧客の獲得ですね、当社メインブランドの方は先ほどもご説明させていただきましたけれども、受講料無料で開催させていただいております着物着付け教室を窓口として顧客の獲得をスタートさせていただいております。このサブブランドの方は無料オンライン会員ですね、はい、で顧客の窓口を獲得として動いていきたいなというふうに思っております。このサブブランドの方ではこの伝えてという部分を動画においてですね、動画やコラボにおいて生産者の声、実際にその携わっている方々の声といったものをこのサイトでただ対面ではなく動画においてですね、その商品紹介といったものをこちらのサイトでさせていただきたいなと、これが逆に物の価値の説明につながっていくというふうに考えております。日本和装のメインブランドは、はい、高額品一品品といったものを扱っていきますけれども、こちらの EC サイトの方は逆に安価な価格の商品形態を扱っていくことによって流通点数を一気に増やしていこうというふうに考えております。これからこの EC サイトですね、今まで培ってきたノウハウを生かしてですね、シェア日本一を目指すためにこのサブブランドという展開をやっていきたいなというふうに思っておりまして、これは私自身が責任を持って前に立ってですね推し進めていきたいなというふうに思っております。この2本の柱ですね、メインブランドのさらなるパーソナルに合わせた展開と、またサブブランドの構築によって今まであえて積極的に取り組まなかったシェアの拡大を取り組んでいきたいなというふうに思っております。以上が私のからの経営戦略についてのご説明でございました。